さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、5分間ストレッチの曲を作るというこのプロジェクト、現在は、木琴マリンバの入力を少しずつ行っております。前回エンディングについて作ったのですが、ちょっと間違いがありましたので、それを訂正させてください。すいません。はい、ということで、一回これを削除して、あ、これはいいのか。ここから先、なので、ここから先か。はい、これを、はい、こうですね。もうちょっと縮めなきゃダメか。あ、違うのか。違うな。ちょっとピアノ見てみましょう。75で終わってる。75で終わってるから、これは よし。はい、できました。はい、じゃあ作りたいと思います。はい、これをぐーんとぐーんとぐーんと、はいはい。で、何ができるかというと、よいしょ、
まず最初8小節作りたいと思います。3オクターブ必要だから、3オクターブ必要なのはどれか、3オクターブ必要なのはどれか、これは1234オクターブ。わあ、使ってる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 。うわあ、これも1234つ使ってる。はい、これも使えない。はい、使えない。これはこれ使えるね。これ使える。うん、はい、じゃあこれ使いましょう。これをパクりましょう。はい、これを木琴の、65から2回パクりましょう。はい、ちょいちょいと。はい、そしたら低すぎるのでこれを上げましょう。はい、で木琴の音階は低い方の C は出るんだっけな。あ、C が出ない。C が出ないか。じゃあちょっとアレンジしなきゃいけないな。ここだけ。うん。そうですね。はい。そうですね。はい。じゃあここのソロをレでいかないといけないですね。レファこれからか。あ、違う。レファソシだ。レファレファソ。はい、こんな感じです。で、となるとこれを消す必要があるので、これ消して、で、このカーソルここに持ってきて、で、このこれをコピペ。はい、これでできました。これでできました。はい、で、これでさらに、これだと音が低いので、はい、これで低いので、で、低いので、低いので、これを上げていくということになります。はい、上げましょう。
このレを高いレに上げます。はい、これでできました。はい、できました。はい、できました。はい、いいですね。はい、コピーって楽ですね。はい、じゃあ次はですね、57からか、57からですね、57からの8小節について作りたいと思います。はい、それでは今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。